こんにちは。コロナ病後のけんけんです、えー。最近個人的に気づいた大発見は、股間に回路を当てて温めると全身が温まるということです。今回はですね、私、まあ、常々別の今までの動画でもね、言ってた通り、えー、コロナにかかってしまいまして、熱が終わった後もコロナ後遺症、 いいいうもののがえいわゆる続てててししままっておりましてその症状がかなり多,しあの多種多様というか多岐にわたるそして長引くタイプの人間だったみたいでもうあまりにもいろんな症状が出てしまったからこの症状を一つ一つもう皆さんに説明しようかなって思いましてなのでこの動画はどっちかっていうとまあ美貌録とかあとはこの動画を見た、えっと、医療重視 医療,医,医療従事者の方とかですね、あそこらへんがなんか、まあえー、参考にするために、えー、一応記録用として、この動画を撮ろうかなって、今回思って、えー、撮りました次第でございます。はい、ということで、まず紹介していきたいんですけれども、はい、今回の症状の、ね、メンバーのうちの一人、じゃん、一人がこの人です、だるさくんです。 だるさくはね、えっ、ー、と、今でも残ってるんですけども、かなり厄介な存在ですね。これはもうね、えー、コロナが始まった時からずっと引きずってる症状になっております。あの、まあ、高熱が出た時ってね、皆さん結構、全身が重くてだるいみたいな時あると思うんですけど、まあ、あの感覚ですね。うん、ああいう感じです。結構、その、走ったり、あの、歩いたりしても、あの、すぐに、 えー、息切れしてちょっと疲れてしまうという感じですね。もう体が鉛のように重くて、って感じの症状になります。なかなかこのダルサ君というのはね、えっ、ー、と、しつこい、えー、なんていうか、粘着、粘着アンチみたいな感じの存在なので、かなり厄介な存在でございます。で、次。はい、じゃん、こちら、頭痛くんです。 頭痛くんも、えー、結構悩まされました頭痛くんはですね、えー、熱が治まって、まあ、コロナ発症後から1週間後くらいにだいたい出てきた症状になりますやっと熱が下がってきて少し、えー、楽になってね、まあ、味覚があのひどいんだけどその時に頭痛はねえっ、ー、ともう1週間から2週間ほどは え、続いている症状です。えっと、今はね、ほぼほぼなくなってはいるんですけれども、たまに体調がまあ良くなっか、まあ悪い方向にぶり返したりとか、するとちょっと頭痛も出てきたり、あとストレスですかね。あの、仕事中なんかちょっと、えー、頭痛がまだ再発してしまうというところはあります。私の場合はまあ結構全体的に痛いって感じでしたね。こうなんかズキズキするというよりは重い、こう鈍い痛みがこう、 脳の中心であるっていう感じがしましたね。一週間以上くらいは、あの、長引いてしまったので、そっちの方がちょっと厄介でしたね。個人的には2、3日で収まってほしかったんですけど。はい、で次、えー、こちらですね。次、味覚、味覚くんです。まあ、熱が出始めた時よりは、熱が出て、出てちょっと収束した頃に、 出てきましたね私の場合は、えっと、コロナの熱が1日目一気に出て2日目かなり急降下というか熱が下がってで3日目にまた熱がひ、ね、どくなったんですけどその3日目くらいのタイミングで、えっと、味覚がね、えー、急におかしくなりましたでこの味覚障害っていうのはねまあみんな結構コロナでね味覚障害よくあるよみたいな聞くと思うんですけどね私の場合はこれがね未だにちょっと えー、状態が続いております味覚障害はね結構やっぱり美味しいものがね食べられないってことで厄介ですよねまあ症状としては本当に単純にえー、っと何て言うかその発症した時は結構苦味を感じましたね苦くてものがで美味しくないんですよ食べてもなんか味自体がしないというよりはどちらかというとその苦味 いつもとは違う変な味がする。変な味がするから食べ物が美味しくないっていう感じの症状に近かったですね。私の味覚障害は。で、なんかご飯食べてなくても、で、なんか食欲がないからご飯はさ、初めの3日くらいは食べてなかったんですけれども、なんかそれでも常に口の中にね、こういう変な苦味というか、なんとも言えないなんか、ちょっとね、嫌な、嫌な感じの味がしてましたね。 何も食べてなくても。で、何かを食べても、やっぱりその苦味はちょっとついてきて、まあ、3日目、4日目、まあ、発症後の3日目、4日目くらいは結構その苦味が強くて、なんか食べるものがね、美味しく感じないから、それがすごく嫌でしたね。ちなみに今のところは、えー、80%くらい味覚が戻ってきたって感じがしますね。なんか本当に1日ずつこうかけて、少しずつ、なんか0.1%。 0.5%から1%ずつくらい、どん、こうなんか徐々に良くなってるみたいな、もう本当にそれくらいゆっくり回復してるっていう感覚がします。おかしいんですね。嗅覚くんもちょっとここに隠れておりまして、なんか電車に乗ったりしてるときに、すごい、なんだろうな、なんかいつもだったら感じないような香りを感じるんですよね。なんか人の香水があんまり気になってなかったのに、それがすごく、 あの気になるとかなんかとにかくなんだろうな、まあ、特にその人工的な香りとかにはちょっと敏感になる感じはしますねなんかどこ行ってもなんか変なふわっとしたなんか自分好みじゃない嫌な香りがしてくるみたいなとにかくなんか外に出るとかなり嗅覚が敏感になっていろんな香りがしてくるんですよなんかワンちゃんみたいですよね それはなんか人間が強い香りのものとか近づけたら嫌になるよなって、ちょっとワンちゃんの気持ちがわかるようになりました。はい。で、ここのだるさのところにね、一応、節、え、々、ー、の痛みっていうのもね、入れておきました。節々の痛みっていうのは、まあ関節とかね、特にコロナが、コロナを発症した1日目はね、もう関節痛がひどかったですね。まあ全身上から、 あの、この手の指から足の指の先っぽまで、えー、痛み、鈍い痛みがあるって感じでしたね。なんかとにかく痛いので、まあ耐えられる痛みではあるんですけど、やっぱりスマホでこういじってたりとかするのすら、ちょっと指が関節がこう痛いんですよ。だからちょっとだるいなみたいな。はい、で、ちょっと書き忘れてたんですけど、ここにね、 えー、一応発熱って書いておきました。今指でちょっと消えちゃったけど。まあ発熱もね、基本あると。発熱に関しては、えー、1日目で38度くらい。私はその高熱じゃなくて微熱タイプでした。38度くらい熱が出まして、で、節々がすごい痛くて、あの、おかんとかもしてみたいな感じで。で、2日目からただすぐにね、えー、一気に下がったんですよ。 もうほぼほぼ平熱いったんじゃないかってくらいもう36度くらい36.5度とかなんかそれくらいまで一気に2日目はなぜか一気に下がりましてただそれで治るかと思いきや3日目でまたぐんと38度くらいまで熱が上がりましたねで自分で個人的に気になったのがその熱ってまあその普通徐々に1回バンって上がってまあ徐々にねこう 下がっていくみたいなのが一般的なものだと思うんですけど、まあコロナの場合は一回上がって一回下がって、それでまた元の熱の高さに戻るっていうのはまあ不自然なんですけど、その発症してからほぼ3日で亡くなったんですよね。それも結構ね、あんまりないことっていうか、早い、ね、収束が不自然に早いなっていうのがありました。あと熱って大体その平均してまあ夜に こうまたた上がり始めるるみいいななのがあるじゃないですかなんか朝起きたばっかりだと体力あるしまあ37度くらいで抑えられてたものが夜になるとちょっと悪化して38度になっちゃったとかそういうのってよくあると思うんですけどなんかコロナの場合はですねえっと1回夜収束するけど朝起きたらまたすごい熱が上がってるみたいな。 そういうちょっとなんか普通の熱じゃないなって感じるところがあったんですよね、えー。ここにめまいと書きました。はい、めまいもね、これもね、未だに悩まされてる症状でございます。めまいはね、結構その頭痛が出出始めて治ってきたあたりから発症し始めましたね。 でね、このめまいも、ね、だるさと大体同じくらいこう長引いちゃっててしかも今も残っている症状なのでつらいですね。うんまあ、めまいは私は、ね、もともと自律神経失調症みたいなのちょっとあの持っているのでなんか多少のめまいみたいなのはあったりするんですけどただそういうのよりそれをまあ2倍にしたくらいの結構めまいの、えー、感じ方をしておりまして。 うん、結構本当にふらふらっとこう倒れそうになっちゃう時とかもちょこちょこあったりするんですよね。それくらいちょっとめまいは強めに出てしまっております。しかもなかなか良くならないというかね、まあ、あのこれもなんか日によって結構調子が良くなったり、日によってまた悪化したりっていうのを結構繰り返してるんですよね、まばらに。それがまたね、あの徐々に良くなっていくとかじゃなくて、まばらなところがちょっと困っていますね。 で一応、頭痛とかめまいに関してはね、えー、脳神経外科の方に行ってわざわざ薬をもらったんですけど、正直めまいに関しては、なんか薬飲んでるんですけど、もうほぼほぼあんま効いてるって感じはしないんですよね、今のところ。まあもしかしたらちょっと症状が良くなってる日なんかには薬が効いてくれてるとかあるかもしれないんですけど、まあ薬飲み始めたら普通ずっとこう効いてくわけじゃないですか。だけど、 まあなんか聞いたり聞かなかったりみたいなことが繰り返してるのでまあそんなに総合的に見たら大きな変化はないんですよねなんかどちらかというとやっぱり脳にねあの酸素不足とかでめまいってなったりするのでまあちょっとランニングに軽く行ったりとかそういうことした方が意外とよくなりますねあんまりにもめまいがひどい人はねあの無理に運動とかしない方がいいと思うんですけど はいあとはここにね、四角と書きました、えー。これはですね、1週間くらい前に、これは結構一時的な症状、まあ2、3日くらいですかね、それくらいで、まあ治ったのかなって感じはするんですけど、ちょっとね、えー、夜、その、なんというか、夜盲症っていう病気があるじゃないですか。あの夜になると、ちょっと周りが見えづらくなる。周りがぼんやりするとか。 えー、霞んで見えるとかね。なんかそういう症状が私の場合はありました。まあただこれも私はドライアイが普段からねパソコンとかやっててドライアイがあるのではっきりはわからないんですけれどもコロナが原因かっていうのはただ結構何て言うか自分の中では普段だったらなんかもっと明るく感じるのに部屋が暗く感じるなとかそういう感覚がありましたね。まあ私は4万円の安いアパートに住んでいるので もともと伝統とかもあの結構暗いですしもともと部屋が暗いから暗いは暗いんですけどなんかその暗く感じてる部屋がいつもより一層ちょっと暗いなみたいな感覚がありましたはいえー息切れ動機息苦しさこちらもありましたまあこれも結構コロナ発症した人あるあるっていうかね認知されてるものなんですけれども えー、やっぱり圧倒的にね、肺機能、あの心肺機能みたいなのがね、ちょっと、えー、低下してるっていうのあります。これはね、今でもありますね。なんかちょっと階段、あのいつもだったらそんな息切れしないようなところで息切れしてしまったりとかね、してしまいます。まあでも、頭痛とかが起きたあたりかな。なんかし発症後2週間後くらいに、まあちょっと息苦しさが後々出てきたって感じがしますね。 熱が出てた時はまだ息苦しさはそんななかったと思います。はい。で、これはまあ、さっきの、えっ、ー、と、頭痛とかね、めまいにちょっと近いものであるんですけれどもね、えー、あた、まあ、頭って書いたんですけど、ちょっと、えー、頭がおかしくなるっていうか、まあ、私は普段から頭おかしい部分もあるんですけど、鳥、あの、特に鳥関係に関してはね。ただまあ、今回の症状ではですね、ちょっと、 あのいわゆる認知症に近いような症状が出てるというかあのネットで自分で調べたやつではね、えっと、ブレインフォグっていう言葉があるんですよなんかブレインフォグっていう、えっとまあ、認知症のような症状ですよねいわゆるなんかそういうのが、えっと、出てしまうっていうのが結構コロナ後でね あるみたいですね私はそれになっちゃってますね。ちょっと頭の働きがいつもと比べて違うというかなんかいつもだったら絶対間違えなかったり忘れないような簡単なことがちょっと間違えてしまったり忘れちゃったりみたいなことが続いてますね。これもなんか頭痛が終わった後くらいから結構ひどくなってって感じでまあ今んところはそうですね多少は良くなったっていうかまあ うんどうなんだろう私は結構普段からぼーっと生きてるから、あんまり違いがないのかもしれないんですけれども。まあ、こんな感じでね、いろいろ書いたんですけれどもね、ここにまあ入らないくらい、あと他にもね、ちょこちょこなんか気になる症状っていうのはいろいろあるんですけど、なんかちょっとね、光が眩しく見えるとかね、なんかあるんですけど、まあ大体でもね、ここにあの出てる症状に行こう あの関連性がある症状みたいなのが、えー、もろもろ他にもちょこちょこ出てるよねって感じになりますね <laughs> まあでも少しずつ一つ一つの症状はね出ては消えてを繰り返してまあ総合的に見たらね、えー、どんどん徐々にこう寛解、えー、してる方向には向かっていますのでまあなんとかなるかなって思ってますねまあ鳥を毎日こうモフモフしてればね 癒されて多分その癒しパワーで私は回復できると思っておりますそんなわけでね、えー、皆さんもコロナ本当にぜひお気を付けください私はえっと空港にね親と空港に3人で行った時に、えー、このマスクをねノーマスクで全然マスクつけてなかったのでそれが原因かわからないんですけどそれで思いっきりコロナにかかってこんなことになってしまったんですけれども まあどちらかというと発熱もつらいけど発熱は、ね、23日で終わっちゃってその後のこの後遺症がもう長いと1ヶ月とか続いたりするので後遺症の方がコロナは怖いですねだから皆さんまあ人混みのところではできればマスクつけるとかねなんか手洗いうがいをしっかりするとか、えー、ぜひお気をつけくださいちなみに人から鳥にコロナがうつったっていう噂は聞いたことないんですけれども なんか猫にうつるとかいう噂はニュースで聞いたことあるけどあれ本当なんでしょうかね。はい、ということで今回の動画はこんな感じになります。みんなコロナ本当に気をつけてください。では次の動画もお楽しみにありがとうございました。